宮川大介、花子は日本の漫才コンビ。所属事務所は吉本工業。実際の夫婦でしゃべくり、漫才を演ずる夫婦漫才の第一人者で、いつまでもあると思うの愛と金などのフレーズで知られる。ナンバーグランド花月など、吉本工業所有の劇場に出演しているほか、個人でのテレビ出演なども多い。共に、奈良県生駒市在住。花子から大介を誘い。 1976年初頭頃に、コンビを結成。双方の師匠の了解を取り付け、宮川親孝とすることが決まり、花子の芸名は、チャンバラトリオから取って、トリコとすることが決まりかけたが、花子は鶏肉が皮の毛穴に恐怖を感じるほど、大の苦手であり、そんな名をつけないとあかんのなら、漫才やめますと猛抗議して変更された経緯がある。結成当初は大助がよくしゃべり、 花子がそれに合図を打つスタイルであった。また、大輔が花子を投げるなどする、どつき漫才も演じていたが、生傷が絶えなかったので、周囲の勧めで、花子がよく喋り、それに対して大輔がどんじゅうに振る舞い、押されていくというスタイルに変更して、評判を取った。演芸作家の竹本幸造は、花子の情絶を、初代ミスワカナの再来と評した。その後、 情報漫才の賞をいくつも獲得し、地位を確立した。漫才では花子が、カカー天下的にしゃべくりの主導権を握っているが、実際は大輔が、ネタや演出をすべて考えている。実生活では、封建的なまでの亭主関白というわけではなく、夫婦仲は良い。漫才冒頭の自己紹介の際に、花子が大介のことを、容姿の良い男性の名前で紹介することがある。 1988年に、花子が、胃がんのため体調を崩し、コンビ活動を一時休止した。花子は5年間入退院を繰り返し、絶望して荒れるなどして、夫婦としての実生活の危機に陥ったが、病気の克服と共に関係を修復。後に、これらの体験を綴った、著書、愛を見つけた、大輔、花子の親親日記を出版。同書は NHK 総合テレビ。 ドラマ、新銀河枠内にて、愛を見つけたの題で、ドラマ化された。花子復帰以降は花子が大介を、一方的になじるような漫才のスタイルから変化し、花子が大介の人柄を観客に自慢するような、おのろけを見せるようになった。2007年2月5日には、大介が、軽度の脳出血により入院し、同年5月24日まで、過療のため休業した。大介の療養中は、 花子が一人で舞台に立った。大輔が倒れた当初、花子は心中を覚悟し、長女にカゴケを二つ用意してほしいと頼んだ、と後に告白している。以降は、大輔の体調を考慮し、以前よりも舞台の回数を減らしているほか、花子が一人で舞台に立つこともある。一門や交友のある後輩芸人らとともに、大輔花子ファミリーを形成している。 関西ローカルの番組や演芸番組、NHK 大阪放送局制作の NHK 庁の連続テレビ小説にしばしば出演している。ABCD 宮川大輔、花子ことバンク転居は、タレントデータバンク ?ABCDEFGHIJKLMNOP 芸人プロフィール宮川大輔、花子吉本工業 abcdefgh 宮川大輔ことバンク。転居は、タレントデータバンク。abcdefghijklmnopqrstuvwxyz、竹本光造、おもろいやつら文春新書、2002年ピアニッシモ、87から104、宮川大輔、花子、鳥取県郷土人物文献データベース宮川、大輔鳥取県立図書館。 ABCDEFGH 宮川花子ことバンク、転居は、タレントデータバンクただし、安氏本人も1996年1月21日に、アルコール性観光編で亡くなっている。宮川花子さん、元勤務先の所長に、昇進。読売オンライン、オリジナルの2010年4月5日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20100405193019/http:// www. 読売 COJP エンターテインメントニュース2010万402と ht00837HTM2010、um、年4月3日閲覧宮川花子危険な状態だった多発性骨髄腫を公表 日刊スポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkansports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ20191211000228 00ドット html2019 年12月11日閲覧。宮川大輔さん、花月の舞台に復帰の出血乗り越え朝日新聞。 2007年5月24日、宮川大輔、花子に、支持放送、79年に、夫婦漫才コンビでデビューして38年スポーツ、放置、2017年11月2日東日本、大震災、繋いだ手と手を離さない、被災地を繰り返し慰問、宮川大輔、花子さん、岩手毎日 JP、2012年5月6日、岩手に元気を、 吉本ナショナルチームが 100km 駅伝参加で、被災地を応援吉本ニュースセンター2011年5月10日、宮川大輔、花子の吉本ナショナルドリームスが復興に行き込み、お笑いなたり2013年4月24日、大輔、花子大船都市復興応援特別大使に、任期は、復興する日まで、スパニッキーアネックス、2013年6月11日、ザノンフィクション、 宮川大輔花子夫妻に密着。これ、巨大大丈夫。宮川大輔師匠が出演する異色のコラボ動画が、話題。キレキレのパロディダンスも披露オーンニュース2019年12月10日。宮川大輔に関するカテゴリー。宮川花子に関するカテゴリー。ありがとうございます。